両軸または、日本の美術評論家、好き者、骨董収集鑑定家、随筆家。TBS テレビでニュースキャスターを務めた、両軸な親は子息である。1899年岡山県筑母郡生まれ、午は朝なる。関西中学校卒業後、1919年上京、国学院大学で折口忍の講義を受講、翌年雑誌記者として、 研究者に入社し、関東大震災後は、博文館の雑誌、太陽の編集に携わる。1928年、博文館大社後著述活動に入り、また、この頃、合図81の門下となり、古美術の研究に専念する。81に浸水した熊田は、1929年、自らの住居81の家の近くの西落合に、 移した。また、内田ロアン、野尻法永らとも親しく付き合った。同年から、白と黒を創刊、その後、版芸術や、郷土玩具集、おもちゃ絵集など5種類の版画子を発行した。宗方志向、前川千穂、谷中安則らと親交を深め、版画師では、若手の版画家に、発表の機会を与えて育てた。また、自らも生活に密着した。 素朴な風合いの奇版画を制作した。戦後は古美術の評論に専念、茶碗等の書雑誌に執筆する。また、民族雑誌の収集家としても知られる。著書に、合図81の隅木、日本の土俗面、古刀のび、蕎麦チョコなどがある。両軸または、後半画の板、優勢を世に出した人物でもある。番芸術の中の三ニ堂ドンングに、優勢の後版画を載せたことで、 郵政は世に知られるようになった。いた、郵政は、木村玄さんの、道のくの小消しの挿絵を後半がで作ったことで、知られる。小消しの世界で、領事熊田という名前は、古小消しを収集した人としても出てくる。まず、縄コレクションの大正期、高橋虎像は、領事熊田が収集したものだった。それが、渡辺博司、すなわち、昭和15年頃に、 京王線がいた場所から和田堀給水場に沿って2分ほど歩いた住宅地に、けしの収集家のサロンとなった、砂防大鳥を開いていた人の手に渡り、それが、縄美容室の縄吉よしこ、民業夫妻のもとに収まった。け市、鏡原色版に載った、異色の虎像だった。次は、鹿間時置勇造の佐藤英二の発見者であり、所蔵者としてその名が出る。 この栄治は、飯坂若葉町遊郭の遊女の持ち物であった。両軸またが若葉町遊郭に遊んだ時、遊女の元にあった栄治の苔しを見つけて、懇願して譲り受け立てきたという伝説がある。この苔しは後にやはり、渡辺広氏の手に移り、苔し鏡に掲載された。そしてさらに鹿間時代の手に渡る。鹿間時代は、出生にあたって、 コレクションの中から、この一本を携えて、満州に渡り、戦後満州から朝鮮を下って、徒歩で帰還する際にも、リュックの中に、この一本を忍ばせて持ち帰ったのである。この名物英治は、両軸股のおかげで今日に伝わる。ありがとうございます。